半大病院前駅は大阪府茨城市美穂が丘にある大阪モノレールサ都線の駅。駅番号は52。大阪大学水田キャンパスや大阪大学医学部付属病院の最寄り駅である。駅のすぐ西側を市境は通っており、大阪大学や付属病院は水田市にある。駅名表示には大阪ユニバーシティホスピタル、車内放送には、 大阪ユニバーシティメディカルホスピタルという英語表記が付属している。サイト線は大阪大学医学部及び付属病院の要請を受け万博記念公園から当駅までが先行して整備された。その後、サイト線の延長に伴い途中駅となっている。島式ホーム一面2線だが、開業当時は島式ホームの片面仕様の一面1線だった。 改札口は3階、ホームは4階にあり、改札口は1箇所のみ。ただし、大阪大学水田キャンパス側の出入り口は、高台上にあるため、水田キャンパスと改札口とは、同一レベルに位置している。なお、2階は当駅のすぐ東を通る大阪府道1号、茨城設置線と、同一レベルに位置し、一階は、南春が方面への通路に面している。当駅は、 駅南側に渡り線があり、当駅で列車を折り返させることができる。これは、当駅がサ都線の終着駅であった頃の名残である。開業当初はこの渡り線を利用して、全列車が1番ホームで折り返し、2番ホームは、レールは敷かれているものの閉鎖され使用されていなかった。2006年になって、当駅サ都西駅間の昼間市運転が、 開始されると2番ホームの供用が始まり、以降万博記念公園方面行きホームとなった。2007年にサイト線がサイト西駅まで延伸開業してからは、2008年の一時期と2012年の周期以降に臨時列車が当駅折り返しとなったものの、定期列車が当駅で折り返すことはなくなった。2018年の大阪府北部地震では発生直後から、 サ都線全線で運休していたが、6月22日に、万博記念公園駅と当駅の間で復旧した。2019年時の1日平均乗降人員は8284人で、大阪モノレールの駅全18駅中13位。開業後の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下記の通り。半大病院、吹田キャンパス側の半大医学部病院前停留所と、 不動一号線側の阪大東口停留所から以下の系統が利用できる。ありがとうございます。